始めます。編集不要の制度を構造するためのベトナム語のコース、ベトナム語の編集不要済みのコースの作成の研究を発表させていただきます。これは、目次です。まずは背景。編集不要のタスクは、単語に編集を付与します。このタスクの難しさは、同じ単語でも、複数な編集の存在し、周辺の文脈と依存しますので、難しいです。例えば、このようなです。だから、編集不要精度の高いのコースが必要と思います。必要です。で、ベトナム語の代表的なコースは、ヴィトナム語版 VTB というのコースがあります。このコースは問題があります。VTB の構文分析の精度が65% だけ、English Bantry Bank と比べて、まだ低いので、このコースの問題があると思います。で、目的で、精度の高い品質不要を行うために、新しい品質不要コースを作成します。で、新しいコースを作成の手法です。まずは、データを収集します。データのソースはベトナム語のウィキペディアからテキストのデータを収集しました。収集した後は、処理します。処理するのはベトナム語ではない文と、ノイズを削除します。削除したのデータは、400万分があります。この修理したのデータは、自動的に品質付与する、します。自動付与編集する後は、誤ったところをアノテーションツールで人の手で修正します。修正するの最後は時間がかかるから、まず100分だけ修正して評価してみると思います。で、評価の方法。評価のは、VTB コバスと比べます。一つ一つのコバスをツールに学習して、どちらのコバスの用いた時の精度が高いのかの評価します。今回の評価するのためのツールはこのツールです。このツールは、まずコースを学習して中身にルールと事象を作成します。 その後、ツールをこの2つのファイルに使って、テストデータを入力して品質付与させたのデータを付与させたデータを作成します。で、評価の実験はまずベースラインの実験は行いました。ベースラインは VTB からの3つの100分のコースをトゥルに学習させて
テストデータに変数付与して、SL を計算します。テストデータは、VTV から50分と、ウィキペディアからもらった収集した5分を追加しました。で、スペラインの精度はこちらになりました。で、本研究の作成したのコースはこの精度になりました。このワークスマリというのは、テストデータとトレーニングの学習データの重複の単語ということです。高い方では重複単語が多いということです。で、この試験としては、コースの修正するのは時間がかかるですが、精度があまり上がらないので、次の実験を行いました。この実験は、トゥールの中身のルールと辞書を修正しました。修正した後の実験は、この精度になりました。で、まとめ。変数付与タスクのための VTV より高精度のコースを作成しました。で、コースを作成するだけではなく、良いコースを作成のも必要と思います。アピオ以上でお願いします。